ならず
とうございます。はい、2部の最初が PIP、 次に君はこの鳴き声をするをいただきました。どうでしたか？ありがとうございます。ここでは練習とかの時のメンバーとの思い出について話したいと思います。じゃあまずリサ君から。私は前なんかインスタかなんかにも書いたんですけど、何人かのメンバーと一緒に練習終わりクレープを食べに行って、めっちゃ美味しかったです。私は今回初めて一緒に共演する演者さんも多かったんですけど、その時にフランスのマンちゃんとか、ハスパイのチーちゃんとか、ヒロルさんとかと、ケアでなんか振り付けするところがあって、今日なんか、練習中はちょっと緊張があったんですけど、今日はすごいなんか、笑顔で見合えて、なんか、仲良くなれたかなって、嬉しくなりました。リサピョンさんと被っちゃうんですけど、ミステリーさんとアコさんとシーさんさんと一緒にチーズのご飯屋さんに行きました。はい、私は練習の時、練習の始まる前にちょっと細い道を通ってる時に前にナホノホちゃんがいたんですよ。ナホノホちゃんおるわと思ってめっちゃこうやって追いかけてたら、ナホノホちゃん私のこと不審者と思ったみたいで、すっごい恐れ顔で逃げられました。はい、まあ、こんな感じで準備はそろそろいいんですかね。大丈夫ですか、準備の方。じゃあ次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。っていうか見る点って何？
になるよ。すいません。
まあまあ軽くゆっくりしましょうやってここでゆっくりするはい、このタイミングで、まあ、T シャツを着ました。イエーイ、どうですかね。 T シャツ買ったよって人手挙げて、おーい、あ、着てる人が1人2人見えへんくて1人2人いや楽しいかなと思って、ちょっとやっぱこうやらへんからさ、はいはいはい、この人も、はい、すいません。はい、じゃあね、次の曲の位置並ぶ、あ、どっかここでしたかすいません、いない人いませんか、ここ、はい、行き過ぎらしいです、すいません、本当に。はい、皆さんここまで楽しんでいただけましたか。イエーイ、まあね、こんなに集まるのもね、なかなかないと思うので、まあその情勢だったりもありますけれど、皆さんあの検査もして、みんな健康で今日挑んでおりますので、はい、最後の曲、次最後になっちゃうんですけれども、はい、すいません、はい、最後の曲ですが楽しんでいけますか。イエーイ、イエーイ。それでは最後の曲聴いてください。部活中に願うんだって思ってたんだ。部活中に願うんだって思ってたんだ。いただきました。本日はいかがでしたでしょうか。
ありがとうございます。苦しい場面もね、出たあったかもしれないんですけれども、じゃあ皆さんが、こんな情勢の中楽しんで今日を過ごしていただけたら、私たちはとても幸せ者です。はい、そうですね。寂しいね、思わぬの。え、そんな言わせて。はい、涙展開ですか。はい、涙展開。はい、ということで今日はこれで本当に最後となります。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけてお帰りください。バイバイ。ひなちゃんの配信見てね。みゆみゆの配信も見てね。Thank you.